どうも、ベッキムです。今日は5月の29日です。それでは早速行きましょう。5月29日は何の日でしょうかそうです。正解は幸福の日です。5月29日の頃にちなんで制定されました。ベッキムは大好きなつけ麺を食べているときが一番幸せです。そして今日は東京おすすめつけ麺3選を紹介していきたいと思います。 ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。まず一番に紹介するのは、つけ麺業界でもキングと称される松戸のつけ麺富田をですね、紹介していきます。東京駅から徒歩1分の切手丸の内の地下1階に店舗はあります。さて、こちらが富田のつけ麺です。 いかにも濃厚そうなスープそして綺麗にですね折りたたまれた極太麺そしてチャーシューと味玉がセットになった豪華な一杯ですスープは魚介と豚骨が強烈に攻めてくるパワフルな味わいに仕上がっています そして、スープの上に乗っている柚子が非常にいいアクセントとなっていて、この柚子の爽やかさが、この濃厚なスープの黒さと塩味をセーブしてバランスを保っていてくれているような感じがします。早速、スープにつけて麺をすすっていきます。食レポとしての点数は0点かもしれないですが、あえて言います。美味しい以外の言葉が見つかりません 麺をすすってみると小麦のですね、風味というか香りが口の中に広がるんですけれども、さらにそのスープを絡めることによって、より小麦の味ですとか、そしてスープの魚介の味がですね、見事にバランスを保たれていて、非常に美味しく感じます。さすがつけ麺業界のキングと言われるだけあって、もう箸が止まらなくなるほど美味しいです。ぜひ東京駅に来た際はですね、あの、1分でこのお店に着きますので、 立ち寄っていただきたいと思います。さて、続いて紹介するのは、もう、つけ麺の中でも激戦区と言われる新宿エリアを代表する超人気店、こちら、風雲寺です。ご覧の通り、某グルメサイトのですね、もう評価も高くて、もう毎年この100名店にですね、選出されるほど実力店です。さて、こちらがこの風雲寺のつけ麺です。今回は特製つけ麺を注文しました。 こちらがつけ麺の麺ですが、ツルツルもちもちの食感の太麺に仕上がっています。もともとこちらの店主はですね、イタリアンの経験もあるということで、さぬきうどんとアルデンテのパスタの両方の特徴をイメージして作ったこだわりの特製麺です。こちらがつけ汁になりますが、豚骨は一切使用していません。鶏ガラガラとった濃厚な鶏ファイタンスープに瀬戸内産のウルメイワシ、そして昆布、かつお節などといった 魚介のだし汁を合わせて作られた濃厚な旨味に仕上がっています。それでは早速、つけ麺をつけて食べていきましょう。すすってみましたが、もちろんツルツルとした麺にですね、この濃厚な漬け汁が絡み合い、非常にバランスが取れて美味しく仕上がっています。こちらのお店の麺は非常にもちもちしていて、食べ応えのある麺に仕上がっています。 そのためか、麺をすすっていても、こちらの魚介のスープの味と相まって、鼻からですね、この香りを楽しむことができますし、麺をですね、噛むにつれて、どん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 味が濃くなっていくような感じがして、非常に食べ応えがあります。さて、最後に紹介するのは、こちらの六輪車です。もう、つけ麺業界ではパイオニアと言われるほど人気店です。六輪車は、東京駅のラーメンストリートに店舗を構えています。 連日、行列が並んでいるほど超人気店です。さて、こちらが六輪車の特製つけ麺です。デフォルトに味玉、そして豚ほぐしがですね、入っているようです。麺は極太のストレート麺で、もはやうどん並みの太さです。そして、スープは豚骨魚介の濃厚な味わいに仕上がっていますが、少し甘さを感じる極上のスープです。さて、それではですね、つけ麺をつけ汁に入れてすすっていきたいと思います。 漬け汁によく漬けてスープをなじませていただきますいやー六輪車といったらもうこの味ですよねもう一口食べてもう本当に美味しさ100点満点です麺をすすってみると小麦の香りがしていてしかもツルツルで喉越しも良くて非常に美味しいですスープの中には特製チャーシューとネギそしてメンマなるとさらにですね豚ほぐしが入っていてよりスープをですね引き立てています さらに、卓上に乗っているこの焙煎された黒七味をこのスープにかけることによって、よりさらにですね、このスープが引き立ちます。辛いものが好きな方には、ぜひこの黒七味を入れて、ラーメンをすすっていただきたいと思います。さらに味変ということで、この卓上に置いてある柚子の粉をスープにかけていきます。そうすることによって、この濃厚なスープに爽やかさのアクセントが付け加えられたことによって、よりつけ麺の美味しさを感じることができます。 さて、いかがでしたでしょうか今日はですね、ベッキモの大好きなつけ麺3選をご紹介しました。ぜひ、東京に来た際は食べに行ってみてください。非常に美味しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数配信していきます。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!